こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。昨今、世界で軍事戦略の見直しが行われているが、米国ではパイロット不足、すなわち教育する機関が、や予算が少なくなっている現状。これを背景に軍事戦略も変化してきている。沖縄にトマホークを配備する米軍だが、海兵隊は F-35C ステルス戦闘機の配備が遅れている状況。実は海兵隊は F-35C 戦闘機が嫌い、またF-35 ブストブル機の方が好んでいる。そんな話も出てきている。現状では F-35 ステルス戦闘機導入数を減らす方向で今動いている。これは米軍だけではなく世界的に見ても同じ方向で進んでいる。EU や A などもそうだろう。世界的に今戦略的な動きへと変動している状況だ。これは日本にもいずれやってくる話で、米国の方針の後日本が動き出す。だが導入数削減している米国の F-35B を日本に導入するのもいい話ではないだろうか。出雲やかがの回収が急がれるが、離島防衛にはかなり有効な機体だと感じる。しかし新たな進化もまたあるハイテク軍事事情だろう。パイロットにとって新機能が開発されている。これを実際に導入するとパイロットはかなり助かれるのではないだろうか。それでは、ドッグファイト時ドラグーンがパイロットを助ける話をしよう。世界一の軍事力を保持しつけるアメリカには、その軍事技術の研究や開発を担う様々な国家機関が存在しているが、そうした中の一つに国防総省の DARPA と呼ばれる機関がある。この DARPA とはディフェンス・アドバンスト・リサーチ・プロジェクツ・エージェンシーという頭文字から取られた略称であり、日本語では国防高等研究計画局と訳されている。アメリカ大統領直属のただし、この国防高等研究計画局の少し得意な点を挙げるとするならば、実際の研究や開発を行う主体は民間の企業や大学などの教育機関となっており、資金と統治する人材のみを提供していることだろう。国防高等研究計画局が手掛ける計画は、その主体が軍やそれに類する組織ではないとはいえ、その内容から民生用の使用を前提としたものではなく、あくまで軍事技術として研究されているのもだった。そんな中に今や世界の軍事技術の中でも最も注目を浴びている分野、一つとも言うべき人工知能を活用した航空機に関するエース計画と呼ばれているプロジェクトが存在している。このエース計画とはエアーコンバットエボリューションの頭文字を取ったものであり、日本語で言うなれば空中戦闘教育計画とでも訳すべき、いわゆる戦闘機に
工知能に担わせるという先端テクノロジーだ。そもそも現在の兵器としての戦闘機は、その戦闘機という名称からは外れているというだけでも、いわゆる電子兵器と呼ばれるような戦闘機同士の戦い戦闘機は遭遇する機会は減少してきているのが現実だろう。そうした空中戦闘の発生確率は過去に比べて増やしてしまう。低下しているにもかかわらず、相変わらず、世界各国の従軍では、戦闘機戦闘機にも、そうした戦闘への、トレーニングを行わざるを得ないという攻撃者が発生している。このトレーニングも、時間的、人員的な負担を根本的に改善する目的です。開発が進められている技術とかは、兵器計画による人工知能を用いた全体通信系の自動化だと解釈することができる。兵器計画によれば、戦闘機の操縦者は先に述べたように、ホイールの機能と発信し、着陸が低下する現状、戦闘機同士の平たい通信系というローリングの戦闘から解放され、もっと大きな範囲での戦術判断に従事すると定義される。こうした状況下において、戦闘機の操縦者は、複数の無人化された航空機を、管制下に置くに、その管制の下で、過去の無人航空機が戦闘機能によって、自律的に敵機に対する、プラ対空戦闘を展開するものとされている。ここで、無人航空機が、プラ対空戦闘を行うアルゴリズムは、従来の戦闘機戦闘車に課されていたトレーニング手法に準じた一つを、戦後構築され、1対1に基礎的な状態から、徐々に高度に段階を進んでいくと考えられている。無人航空機の搭載する人工知能の教育は、さらにバーチャルな仮想空間での実施から、テストサイズの機体での段階を経て、最終的に実機である大きさの機体で現実の空中戦を行うものとみられる。これらの流れからは、まさに今現在の有人戦闘機の運用を一変させるものだと予感させられるが、こうしたニュースに混じって2020年1月にはアメリカ空軍が採用する無人航空機の調達休止という報道も見られた。これは戦闘機ではないが実用化された軍用の無人航空機の草分け的な存在である MQ-9 リーパーに関するニュースであり、2021年の契約を最後にアメリカ空軍が同機の調達を取りやめる予定だと示唆されたものである。アメリカ空軍では無人偵察機として運用されている MQ-9 リーパーだが、その調達価格は日本円にして約16億円から32億円と今や安価な。無人航空機が多数生み出されている状況から見るとすでに価格的に見合わない存在と言えるだろう。現在は航空迎撃能力が乏しい敵地に対して
種として使用されている。M9 リーパーは、少しでも空対空戦力を保有する敵地においては、撃墜される可能性が高いため、使用できる地域が限定されている状態だ。現状では、無人機の低価格化も進んでいることもあり、ある意味撃墜されても惜しくない程度のコストで調達。可能な民間用の無人航空機を軍事用に転用するとの見方も出ているようで、この観点からのパラダイムシフトも進みつつあるようだ。そもそも、後発にもかかわらず、中国あたりは空対空ミサイルも実装可能な。無人航空機を投入してきており、その低価格差ゆえに、中東などの他国にも輸出する兵器となっており、むしろ先行していたはずのアメリカが置いていかれている。まだまだ人工知能や電子機器の分野では中国の優位性は低いとは思われるが、撃墜されることを前提とした飽和攻撃ならば、彼の国やロシアの得意な分野だけに油断は禁物と言える状況と言えるだろう。